おかえり、お父さん。からかい上手の元高木さん。お菓子1個しかないね。チーが食べたらお母さんたち食べられないな。ねえお父さん、勝負しようよ。はい、膝枕どうぞ。歯磨いてあげるよ。次はゾンビごっこ。チーとお父さんがゾンビになっちゃったら、私もゾンビになっちゃいたいかな。どうぞ。受け継がれる。からかいの輪。からかい上手の元高木さん、好評発売中。なんで私がからかうか知ってる？二人のことが大好きだからだよ。